品川区役所広報広聴官発行品川区声の広報令和4年11月21日第2270号選挙特集号をお届けします皆様こんにちはいかがお過ごしですか今回は選挙特集号として選挙に関する情報などをご紹介してまいりますそれでは今回の内容をご案内してまいりましょう 1>, 1番「品川区長選挙品川区議会議員補欠選挙のご案内」2番「投票できる方できない方」3番「投票所入場整理券について」4番「不在者投票について」5番「高齢者や障害のある方のために」6番「投票の方法について」7番「 候補者をよく知って投票していただくために8番あなたの投票所はこちらです9番お知らせ以上の順でお伝えしてまいりますなお、この選挙特集号に関するお問い合わせは品川区選挙管理委員会事務局までお願いします電話は5742-6845番ですファクスは 番ですまた、品川区役所の代表番号は、電話代表3777-1111番。広報公聴課の電話番号は、5742-6870番。また、品川区のホームページアドレスは、 http コロンスラッシュスラッシュ www.city.shinagawa.tokyo.jp、ok、スラッシュですそれではおしまいまでごゆっくりお聞きください はじめは、品川区長選挙、品川区議会議員補欠選挙のご案内です。令和4年10月2日執行の品川区長選挙の結果、法定得票数、有効投票総数の4分の1を超える候補者がいなかったため、再選挙を行うこととなりました。投票日、12月4日日曜日。投票時間、午前7時から午後8時。 投票日当日は投票所入場整理券に記載されている投票所へお越しください。投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や外出などで投票所へ行くことができないと見込まれる方は、事前に期日前投票所で投票ができます。 投票の際はご自分の投票所入場整理券をお持ちください。期日前投票はどの期日前投票所でもできます。期日前投票期間11月28日月曜日から12月3日土曜日。期日前投票所第2庁舎6階261会議室品川区役所。地域センター13カ所。 いずれも投票時間は午前8時半から午後8時です。地域センターでは通常業務時間外は期日前投票の受付のみ行います。住民票の写しの発行などの通常業務は行いませんのでご注意ください。今回の選挙では、後れ大井町での期日前投票所の開設はありません。 期日前投票所の混雑状況。どの期日前投票所も12月2日金曜日夕方から12月3日土曜日は大変な混雑が予想されます。できるだけ他の日程をご利用ください。期日前投票の注意。あらかじめ投票所入場整理券裏面の宣誓書兼請求書を記入の上、 期日前投票所にお持ちください。投票所入場整理券をお持ちでない場合でも、選挙人名簿に登録されていて、品川区から転出していなければ投票できます。品川区長選挙、品川区議会議員補欠選挙のご案内でした。次は、投票できる方、できない方をお伝えします。 投票できます。次のすべてに当てはまる方。日本国籍で平成16年12月5日以前に生まれた。令和4年8月26日以前に品川区に転入の届け出をした。投票する日まで引き続き品川区内に住んでいる。投票できません。次のいずれかに当てはまる方。 平成16年12月6日以後に生まれた。令和4年9月2日以後に品川区に転入の届け出をした。品川区外に転出した。品川区に転入。転入は役所に届け出た日。8月26日以前に届け出をした方、投票できます。9月2日以後に届け出をした方、投票できません。 8月27日から9月1日に品川区への転入の届け出をした方は12月1日より投票できます。品川区外に転出、転出は移動した日、11月27日以前に転出した方、投票できません。11月28日から12月4日に転出した方、転出前であれば投票できます。 品川区内で転居。11月5日以前に届け出をした方、投票できます。転居後の投票所。11月6日以後に届け出をした方、投票できます。転居前の投票所。期日前投票。お伝えした投票できますに該当する方は、どの期日前投票所でも投票できます。投票できる方、できない方をお伝えしました。 続いて、投票所入場整理券についてお伝えします。世帯ごとに封書で郵送します。11月27日までにお届け予定。封筒には、1人1枚ずつ、世帯全員分の投票所入場整理券が同封されています。投票の際には、投票所入場整理券に記載されている投票所へお越しください。 投票所入場整理券をお持ちでない場合でも投票できる方できない方の項目でお伝えした投票できますに該当する方は投票できますので投票所の係員にお申してください投票所入場整理券についてお伝えしました 代わって、不在者投票についてお伝えします。滞在先で行う不在者投票。投票日に仕事や出産などで品川区外に滞在し、投票所に行くことができないと見込まれる方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。あらかじめ、不在者投票宣誓書、県請求書で品川区選挙管理委員会に 投票用紙を請求してください。滞在先で行う不在者投票は、1、請求書の提出、に滞在先への発送、3、品川区への返送の手順を踏むため、日数がかかります。請求はお早めにお願いします。なお、不在者投票宣誓書兼請求書は、区ホームページからダウンロードできます。 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。病院などで行う不在者投票。都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは、病院・老人ホームなどにお問い合わせください。 なお、区内の対象施設は区ホームページで確認できます。品川区ホームページ、トップページメニューから、区政情報、選挙成人、選挙、投票方法のいろいろ、病院、老人ホーム等施設での投票で検索してください。郵便等による不在者投票、 投票用紙の請求、11月30日水曜日、必着。郵便等による不在者投票ができる方、次に当てはまる方は、郵便等で投票ができます。投票用紙は必ず本人が記入します。投票には、あらかじめ品川区選挙管理委員会に申請、登録が必要です。障害名、等級などお伝えします。 身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級、2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級、3級、免疫、肝臓の障害、1から3級、戦傷病者手帳をお持ちの方、両下肢、体幹の障害、 特別交渉から第2交渉。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害。特別交渉から第3交渉。介護保険、非保険者証をお持ちの方。非保険者証の要介護状態区分等の欄。要介護5。代理記載が認められる方。 先にお伝えした郵便等による不在者投票ができる方と次にお伝えする方ともに当てはまる方が認められます。あらかじめ品川区選挙管理委員会に届け出た代理記載人選挙権を有する方一人に代筆させることができます。障害名、障害の程度お伝えします。身体障害者手帳をお持ちの方、 上司または資格の障害、一級。戦傷病者手帳をお持ちの方、上司または資格の障害、特別交渉から第二交渉。特例郵便等投票。新型コロナウイルス感染症等により、ご自宅で療養中の方も、郵便等による投票ができます。次の特定患者等に該当する方で、 投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、または隔離停留の措置にかかる期間が11月28日から12月4日までの期間にかかると見込まれる方は、郵便等による投票ができます。特定患者等とは、1、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3、第2項、または、検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。に検疫法第14条第1項第1号、または第2号に掲げる措置、 隔離停留の措置により宿泊施設内に収容されている方該当する方で郵便等投票を希望する場合は品川区選挙管理委員会事務局までご連絡ください不在者投票についてお伝えしました次は高齢者や障害のある方のためにをお伝えします どなたでも投票しやすい環境を目指しています。スロープの設置。スロープを設置して投票所の段差をなくしています。低い記載台の設置。車椅子の方や体の不自由な方のために低い記載台を設置しています。車椅子を用意。拡大鏡、老眼鏡を用意。コミュニケーションボードを用意。 言葉が不自由な方や耳が不自由な方のために指を指すだけで投票に関するやり取りができるコミュニケーションボードを用意しています。また文字を書いてやり取りできるホワイトボードも用意しています。投票所の係員にご相談ください。展示投票投票所には展示投票用の投票用紙や展示機が用意してあり、展示での投票もできます。 代理投票。障害があるなどの理由で、投票用紙への記入が困難な方は、代理投票の方法で投票ができます。代理投票は、投票所の係員が代筆します。投票の秘密は固く守られますので、遠慮なく投票所の係員にお申してください。受付。1、代理投票したい旨を係員にお伝えください。2、 投票所の係員2人が補助者として付き添います。3. 投票したい候補者を指差しやメモ紙を見せるなどで補助者に指示してください。補助者が投票用紙に候補者名を代理で記載します。記載後、もう一人の補助者が記載内容を確認します。4. 候補者名が書かれた投票用紙を渡しますので、 本人が投票箱に用紙を入れてください。高齢者や障害のある方のためにをお伝えしました。続いて投票の方法についてお伝えします。区長選挙と区議会議員補欠選挙を間違えないように、投票の順序は、1 先に品川区長選挙の投票を行い、2、次に品川区議会議員補欠選挙の投票を行います。候補者の氏名を記入する際、間違いのないよう記入してください。投票用紙は別々にお渡しします。投票用紙の色、1、区長選挙、ピンク色、2、区議会議員補欠選挙、うぐいす色です。 投票用紙に記入する際の注意。投票用紙には候補者一人の氏名をはっきりお書きください。投票記載所には候補者の氏名が掲示されています。記入する前にもう一度お確かめください。書き間違えたときは2本線で消して横に書き直してください。 候補者一人の氏名以外に他のことを記入すると無効になることがあります。無効になる例、候補者の氏名以外に文言や符号などを記入すると無効になります。一枚に二人以上の候補者の氏名を書くと無効になります。注意事項、投票所における次の行為は他の方の投票を妨げたり、 干渉する場合がありますのでご遠慮願います。スマートフォンなどを利用した通話や他の選挙人が映り込む撮影、ペットの同伴、選挙人以外のものを同伴させる18歳未満の子供は可能です。特定の候補者名などを他の選挙人に示す。投票所における新型コロナウイルス感染症対策について、 品川区選挙管理委員会では感染防止対策に取り組んだ上で選挙を実施します。品川区選挙管理委員会が行う感染症対策。投票所にアルコール消毒液を設置します。投票管理者、投票立ち会い人、選挙事務従事者はマスクを着用します。投票所は定期的に換気します。 記載台、鉛筆などを定期的に消毒します。投票終了後は、投票所施設が翌日からの使用に支障を来さないように、投票所施設内を消毒します。皆様へのお願い。来場前後の手洗いや、投票所入場前に種子のアルコール消毒などの感染防止にご協力ください。周りの方との距離を保つようにお願いします。 ご持参の鉛筆やシャープペンシルなどを使用して投票用紙に記入できます投票の方法についてお伝えしました代わって候補者をよく知って投票していただくためにをお伝えします選挙候補をご覧ください 品川区長選挙及び品川区議会議員補欠選挙の候補者の氏名、経歴、政権などを掲載した選挙広報を発行します。各家庭には12月3日土曜日までに直接お配りします。届かない場合は品川区選挙管理委員会までご連絡ください。地域センターや文化センター、図書館にも配置します。また、区ホームページ、 https://www.city.shinagaw.tokyo.jp a スラッシュトップページメニューから、区政情報、選挙、成人、選挙、品川区長選挙、品川区議会議員補欠選挙、投票日、令和4年12月4日 にも掲載します公営ポスター掲示場の設置公営ポスター掲示場を区内347カ所に設置します品川区長選挙及び品川区議会議員補欠選挙の候補者はポスター掲示場以外の場所にポスターを貼ることはできません候補者をよく知って投票していただくためにをお伝えしました 「あなたの投票所はこちらです」をお伝えします。住所は五十音順です。住所と投票所です。江原1丁目全域小山2-4-6後路小学校江原2から4丁目全域江原2-9-6江原特別養護老人ホーム え原5丁目、1から5番地。小山5の10の6、小山小学校。え原5丁目、6から16番地。小山5の20の19、え原第6中学校。え原6から7丁目、全域。旗の台1の6の1、第2演山小学校。大井1から2丁目、全域。 大井3の7の19、山中小学校。大井3丁目、1から8番地、15から18番地、24から27番地、大井3の7の19、山中小学校。大井3丁目、9から14番地、19から23番地、大井5の1の37、伊藤学園。大井4丁目、全域、 大井六の一の三十二大井第一小学校。大井五丁目、五から十一番地、十九から二十五番地、大井六の一の三十二大井第一小学校。大井五丁目、一から四番地、十二から十八番地、二十六から二十八番地、大井五の一の三十七伊藤学園。大井六丁目、全域、 大井六のの一三十二、大井第一小学校大井七丁目全域大井五・の一・の三十七伊藤学園大崎一丁目一から十四番地二十一番地東五反田二の十一の一、日野学園大崎一丁目十五から二十番地大崎三の十二の二十二。 放水小学校。大崎2丁目1から8番地、10番地、11番地。大崎3の12の22、放水小学校。大崎2丁目9番地。西品川3の16の28、三木小学校。大崎3から5丁目全域。大崎3の12の22、放水小学校。 勝島一1から3丁目、全域、南大井2の3の14、鈴ヶ森中学校。上大崎1丁目、全域、上大崎1の19の19、第三日野小学校。上大崎2から4丁目、全域、上大崎2の10三34、シティコート目黒。北品川1丁目、全域、 東品川1の8の30、大場小学校。北品川2丁目、1から19番地、20番地1から11、18から25、21から29番地、30番地10から28、34番地3、4、東品川1の8の30、大場小学校。北品川2丁目、20番地、 12から17、30番地1から9、31から33番地、34番地1、2、東品川3の4の5、城南第二小学校、北品川3丁目全域、北品川3の9の30、品川学園、北品川4丁目、1から7番地、北品川5の2の6、 五天山小学校。北品川四丁目、八から十一番地。北品川三の九の三十、品川学園。北品川五から六丁目、全域。北品川五の二の六、五天山小学校。小山一から二丁目、全域。小山二の四の六、後路小学校。小山三丁目、一から五番地。 小山台1-18-24小山台小学校小山3丁目6から27番地小山5-10-6小山小学校小山4丁目全域小山5-10-6小山小学校小山5丁目1から16番地小山5-10-6小山小学校 小山5丁目17から25番地小山5の20の19江原第六中学校小山6丁目全域小山5の20の19江原第六中学校小山7丁目全域旗の台1の6の1第二演山小学校小山台1から2丁目全域 小山台1-18-24小山台小学校戸越1から3丁目全域戸越1-15-23戸越台中学校戸越4丁目全域豊町2-1-20戸越小学校戸越5から6丁目全域戸越6-17-3 大原小学校。中野部、一丁目全域、中野部一の十一の十五、中野部小学校。中野部二丁目1、一から八番地、中野部一の十一の十五、中野部小学校。中野部二丁目9、九から十七番地、西中野部二の十七の五、炎山小学校。 中延三丁目全域、西中延2の17の5、炎山小学校。中延4から6丁目全域、中延6の2の18、源氏前小学校。西大井、一丁目、1から4番地、7から10番地、西大井2の5の21、ウェルカムセンター原。西大井、一丁目、 5番地6番地11から16番地、大井5-1の37、伊藤学園。西大井2丁目1から16番地、22から24番地、西大井2-5-21、ウェルカムセンター原。西大井2丁目17から21番地、大井5-1の37、伊藤学園。 西大井3から4丁目全域、西大井2の5の21、ウェルカムセンター原。西大井5から6丁目全域、西大井5の6の8、伊藤小学校。西五丹田、1丁目全域、東五丹田2の11の1、日野学園。西五丹田2丁目1、1から20番地、 東五丹田2の11の1、日野学園。西五丹田2丁目、22から32番地。西五丹田6の5の32、第一日野小学校。西五丹田3丁目、1から6番地。上大崎2の10三34、シティコート目黒。西五丹田3丁目、7番地8番地。 西五丹田6-5-32のの第一日野小学校西五丹田3丁目9から16番地西五丹田4-29-9のの第四日野小学校西五丹田4丁目全域西五丹田4-29-9のの第四日野小学校西五丹田5丁目 1>, 1番地、2番地、7から14番地、23から30番地、西五丹田4-29-9のの、第4日野小学校。西五丹田5丁目、3から6番地、15から22番地、31番地、32番地、西五丹田6-5-32のの、第1日野小学校。 西五丹田6から7丁目全域、西五丹田6の5の32、第一日野小学校。西五丹田8丁目、1から3番地、西五丹田6の5の32、第一日野小学校。西五丹田8丁目、4から12番地、大崎3の12の22、宝水小学校。 西品川一丁目、一番地、二番地、四から十七番地、西品川三の十六の二十八、三木小学校。西品川一丁目、十八から三十番地、双葉一の三の四十、法要の森学園。西品川二から三丁目、全域、西品川三の十六の二十八、三木小学校。 西中信一丁目、全域、中信1の11の15、中信小学校。西中信2から3丁目、全域、西中信2の17の5、円山小学校。旗の台、一丁目、一番地、二番地、六から九番地、旗の台、一の六の一、第二円山小学校。 旗の台1丁目、3から5番地、10番地、11番地、旗の台1の11の17、清水大小学校。旗の台2丁目、全域、旗の台1の11の17、清水大小学校。旗の台3から4丁目、全域、旗の台4の7の11、旗の台小学校。旗の台5丁目、 1>, 1から5番地、13から20番地、旗の台1の11の17、清水台小学校。旗の台5丁目、6から12番地、21から28番地、旗の台4の7の11、旗の台小学校。旗の台6丁目、全域、旗の台1の11の17、清水台小学校。 東大井、1から2丁目全域、東大井2の10の14、鮫浜小学校。東大井3丁目、1から17番地、東大井4の15の9、立合小学校。東大井3丁目、18から29番地、南大井4の3の27、浜川小学校。 東大井4から5丁目全域、東大井4の15の9、立合小学校。東大井6丁目、1番地、2番地、4から11番地、東大井4の15の9、立合小学校。東大井6丁目、3番地、12から17番地、南大井4の3の27、浜川小学校。 東五丹田、一丁目、全域、東五丹田二の十一の一、日野学園。東五丹田二丁目、一から十四番地、東五丹田二の十一の一、日野学園。東五丹田二丁目、十五から二十二番地、北品川五の二の六、五天山小学校。東五丹田三丁目、全域、 東五反田2-1-1日野学園東五反田4から5丁目全域上大崎1-19-19第三日野小学校東品川1丁目1から29番地東品川1-8-30大場小学校東品川1丁目30から39番地 東品川3-4-5城南第二小学校東品川2丁目全域東品川1-8-30大場小学校東品川3丁目全域東品川3-4-5城南第二小学校東品川4丁目全域 南品川2の8の21、城南小学校。東品川5丁目全域、東品川3の4の5、城南第二小学校。東中延1丁目全域、中延1の11の15、中延小学校。東中延2丁目全域、戸越6の17の3、大原小学校。 東八代全域、八代五の二の一、私立明星学園。平塚1、一から三丁目全域、平塚二の十九の二十、慶葉小学校。広町、一丁目全域、北品川三の九の三十、品川学園。広町、二丁目全域、二葉一の三の四十。 法要の森学園。双葉1から2丁目全域、双葉1の3の40、法要の森学園。双葉3丁目、1から6番地、25から30番地、双葉4の4の10、上新名小学校。双葉3丁目、7から24番地、豊町4の24の15、 都市地域密着型多機能ホーム。双葉4丁目全域、双葉4の4の10、上新名小学校。南大井、1から2丁目全域、南大井2の3の14、鈴鹿森中学校。南大井3丁目全域、南大井4の16の2、鈴鹿森小学校。 南大井4丁目1から13番地南大井4の3の27浜川小学校南大井4丁目14から20番地南大井4の16の2鈴ヶ森小学校南大井5丁目1から15番地南大井4の3の27浜川小学校 南大井5丁目16から27番地南大井4の16の2鈴ヶ森小学校南大井6丁目全域南大井4の16の2鈴ヶ森小学校南品川1丁目全域東品川3の4の5城南第二小学校南品川2から3丁目 全域、南品川2-8-21、城南小学校。南品川4丁目全域、北品川3-9-30、品川学園。南品川5丁目、1から12番地。南品川6-15-20、都立品川特別支援学校。南品川5丁目、13から16番地。 東大井4-15-9、立合小学校。南品川6丁目、全域。南品川6-15-20、都立品川特別支援学校。八潮、1から2丁目、全域。東品川3-4-5、城南第二小学校。八潮、3から4丁目、全域。 五の九の十一コミュニティプラザヤシオ八潮五丁目一から四番地十一番地十二番地八潮五の二の一私立明星学園八潮五丁目五から十番地八潮五の九の十一コミュニティプラザヤシオ豊町一から二丁目全域 豊た町2-1-20、戸越小学校。豊川町3から5丁目、全域。豊た町4-24-15、都庁地域密着型多機能ホーム。豊川町6丁目、全域。双葉4-4-10、上新名小学校。あなたの投票所はこちらです。をお伝えしました。 おしまいはお知らせです。品川区長選挙、品川区議会議員補欠選挙の情報をお知らせします。品川区ホームページ、トップページメニューから、区政情報、選挙成人、選挙、品川区長選挙、品川区議会議員補欠選挙、投票日、令和4年12月4日。投票をした方でご希望の方には、 投票済証をお渡しします投票所の係員へお申してください投票済証新デザイン品川観光大使シナモロールを起用お知らせでした今回の選挙特集号の内容はすべておしまいですいかがでしたでしょうか初めにもお伝えしましまたが この選挙特集号の内容に関するお問い合わせは、品川区選挙管理委員会事務局までどうぞ。電話5742-6845番です。ファクス番号は5742-6894番です。今回のアナウンスは福田清美でした。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。